火薬庫は火薬を貯蔵する建物である。火薬に炎症すると消火困難で大惨事となるため、この周囲では多くの場合において火気厳禁である。江戸時代までは炎症像、炎症像と呼ばれていた。大阪府西成郡、あわや火薬庫爆破と1906年5月1日発行、金字画報87号より、日本では 火薬類取締法第12条で規定する。設置する場合には、都道府県知事の許可が必要である。火薬類の貯蔵は、火薬庫においてしなければならないと定められているが、火薬類取締法施行規則第15条で定める、数量以下の火薬類を貯蔵する場合には、例外として蔵害貯蔵場所による貯蔵も認められている。事故発生の危険を抑制するため、 貯蔵できる火薬類の種類、数量、方法、保安距離及び盗難防止のための措置についての基準が定められている。火薬庫には火薬類保安責任者を選任しなければならない。爆発の危険がある意味が転じて、紛争発生の危険性が高い地域のことを指すこともある。ヨーロッパの火薬庫、ヨーロッパの火薬村、ヨーロッパの火打ち箱と呼ばれたバルカン半島。 中東の火薬庫と呼ばれる旧パレスチナ周辺などがある。火薬庫で火災が発生すると爆発などの危険や周辺施設、住民への被害も伴うが、この比喩的な火薬庫でも紛争が発生すると周囲に問題が及びやすい。バルカン半島では民族問題や宗教問題を発火点として 周辺地域の同種問題の活性化といった問題を招く傾向があり、旧パレスチナ周辺では宗教問題や近代ではパレスチナ問題などもあり、これら問題は原油価格などを通じて世界的な問題をも誘発させる。例えばバルカン半島において発生したサラエボ事件は第一次世界大戦を誘発させ近代化された。 軍隊同士の衝突が長期化、様々な化学兵器を含む近代兵器が実戦投入され膨大な戦死者を発生させた。また、戦域が通常の戦場だけではなく、市街地まで広がり、市街戦にまで発展したため、一般市民にも多数の死傷者が発生したことや、国家規模の総力戦を強いられたことから、複数の国家にまたがって市民生活に、 多大な影響が出た最初の戦争となった。こういった該当地域のみならず、周辺地域、ひいては世界規模の問題を発生させる傾向から、世界的にもこれら地域の情勢は懸案事項となっており、国際連合平和維持活動などの国際協力による消化活動も行われる。ありがとうございます。